岐阜県立岐阜高等学校。岐阜県立岐阜高等学校は、岐阜県岐阜市、大縄場三丁目に所在する、県立高等学校である。通称は、木高、岐阜。1873年11月4日開校。通称は、木高、読み方は、岐高である。創立以来、自主、自立を胸とし、文部領土を目標としている。岐阜県は、岐阜。 西能、東能、美能、日田、鴨の六地区に学区が分けられており、岐阜高校は岐阜学区に属す。岐阜学区は岐阜市だけでなく、各務原市、笠松町、岐南町、橋間市、水星、北方町、元栖市、山形市からなっている。受験に関しては、学区内からが原則であるが、現在は岐阜県内であれば、誰でも受験が認められている。 岐阜県の高校では一般的な2期生を実施しており、また2002年からは授業時間確保のため65分5限の授業が行われていた。2018年度入学生より単位制高等学校全日制家庭普通科として改めされ、それと共に60分6限の授業へと変更になった。一般的な進学校に見られる授業時間外に、 全員参加で行う補修や課外などは一切なく、朝や放課後は、もちろんのこと土曜日や長期休暇なども全な休日となっている。ただし、年に3回以上休日に、学年単位で全員参加の校外模試で登校することがある。一方、意欲のある者には、放課後の課題講座が開講されていたり、朝の読書の実施、2014年度より一定期間のみとなった。 総合的な学習の時間、校内では、フューチャープラニングタイム、略して、FBT と称すに、大学研究やフィールドワーク、小論文学習のみなどが行われている。夏季休業中の課題講座は、高校で行われ、各科目ごとの講座のほか、センター試験対策や東大攻略、京大攻略、明大攻略といった、大学別の講座も開かれており、これらの講座は、 個人で自由に受講できるシステムになっている。2005年から2006年にかけて耐震強度についての検査を行ったところ基準に満たなかったために耐震工事を行った。2005年に一部の教室にエアコンが取り付けられた。2006年には体育館にアスベスト、石綿の使用が確認され除去工事が行われた。2008年から2012年にかけて 40年以上、立ち老朽化の進んだ校舎や、体育館の解体、そして新校舎の建設が行われた。2013年には、グラウンドの水はけの悪さを改善するため、グラウンド改修が行われ、その際に、テニス場やバレーボール場も新装された。林間学者、正式な愛称は、友学館を北アルプス山陸に保有しており、1年生の下記、 休業時に3日間ほどの日程で、臨間学者活動が行われる。4月に対面式、5月に年1回の球技大会が行われる。木高祭りと呼ばれる、学校祭は9月上旬に、生徒会を中心に行われる。日程としては2日間の文化祭、その翌日に体育大会が催されている。文化祭の全1週間は午前授業となり、午後からを、 文化祭準備に当てているほど、一年で最大のイベントとして位置づけられている。特別行事としては、各学年とも4月に遠足があり、一年時には、夏季休業期間に入って間もなく、小竹山麓の林間学者へ宿泊研修を行う。また二年時には、長崎、福岡への修学旅行が行われる。囲碁将棋部は、 第21回全国高等学校将棋選手権大会で団体優勝している。クイズ研究部は第24回全国高等学校クイズ選手権で優勝している。校内で選抜を受けたメンバーを中心に科学の甲子園に第1回から毎年参加している。第6回科学の甲子園では優勝している。有志のメンバーで構成される海外研究部は 模擬国連、英語ディベートなどに参加している。第12回全日本高校模擬国連大会では、審査員特別賞を受賞し、高校模擬国連国際大会の行われる、ニューヨークへ派遣された。公式野球部は、戦後間もなくの第31回全国高等学校野球選手権大会で、準優勝の経験があるほか、昭和53年の、 第50回選抜高等学校野球大会に出場し2回戦まで進んでいる。なお、1915年の第1回全国中等学校優勝野球大会から2018年第100回全国高等学校野球選手権大会まで毎年地区予選に参加している全国でも15校のうちの1校。岐阜県内では唯一の高校である。 常設の応援団、正式名は、応援団を持ち、野球の応援や総公会、木高祭りなどで代々続く応援をしている。また、応援団とは別にチアリーディングも持っており、野球や木高祭りの応援をしているが、2017年より、応援団女子として、局に昇格した。音楽部は、第十二回全日本合唱コンクール全国大会、1九9九年、 2. 中部代表として初出場で金賞を受賞して以来、中部大会止まりだった2002年を除き、2010年まで全国大会に連続出場を果たした。第57回大会2004年において金賞及び、文部科学大臣奨励賞を受賞しており、第59回大会2006年、第60回大会2007年においても、再び金賞。 文部科学大臣賞を受賞した。さらに第76回 NHK 全国学校音楽コンクール2009年においても全国大会出場を果たしている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。